ありがとう2日後だけどね2日後だけどやっほー <laughs> 生誕に当たったから劇場にお祝い行くねってええー、ありがとうございますやったー待ってますね こんにちはこんにちはえー、っとどこだっけあ生誕斎当選者から劇場で見れるんだってありがとうさあどうだ <coughs> ごめんなさい、皆さん、なんか電波悪くて、ワイファイ切りました。よくなったかな、この電波よくなった。 りってありがとう電波よくなったねこれはなんか不安定机がこんにちはん <laughs> かわいいってもこもこかわいってもこもこ可愛いやろこれ,これ雪のもなんか着てたよなこの白ショールームで見たときにこれ見ててわっこれ持ってるぞと思ってで見た今日いいでしょうピンクが好きピンクだらけこっちもピンク 家の自分の枕を移すというこの最悪なこんにちはこんにちはお誕生日おめでとうってうんありがとう二日後だけど本番は4月1日覚えやすいでしょよく言われる。 こんにちは可愛さ増してるねってそう今日はちょっとね可愛さを選んでみた <laughs> 緊張しないだちらしいけど初日してたんじゃない初日はしてたねそう。 誕生日当日の生誕祭はなかなかあるえそうですよね本当にびっくりしました私誕生日おめでとうってありがとうございます昨日はねレイポンの誕生日でね急きみんなでねこう12時にこう「おめでとう!」ってメールしましたよ「え今日めっちゃかわいいやん」今日めっちゃかわいい まあ、今日はかわいそう選んでみた <laughs>。からしちゃん久しぶりだ。あ、もっと落ちた。ごめんなさい、本当に。落ち、落ちまくり。萌香さんだ。わかりますよ。こんにちは。なんか、本当不安で。ちょっと立て方がおかしいから。 レイポンキャーソレイポン昨日誕生日だったからそうだよ9期誕生日らしそう3月がちょっとごめんなさい <laughs> ちょっとねほんと不安定だわちょっとごめんなさいねちょっとやば,いや,ばいやばいちょっとやばいよ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 さあこれ断定したかな9期誕生日そうなんだよ三月が多くて 今度は MC でマイクにならないようにそう本当にそうだよ <laughs> この前の初日見に行ったよ結構前の話え本当ありがとうございます顔赤ちゃんやねってえそう顔赤ちゃんやだー今日も可愛いいねってもうもう大事 <laughs> うんうん こんにちは。皆さんも今何をしていますか？何をしていますか？今日は何曜日だ？今日は木曜日か。木曜日ということでね。明日もまだ一日あるんですけど。 頑張っていきましょうかわいいいやかわいい,わい,いありがとうございますやだかわいいだって <laughs> そうキュート二十七日の公演を見ていますえ本当ですかありがとうございますちょっと本当に緊張してたんですけどどうでしたかどうでしたか い <laughs> やら何これ <laughs> いつも密着見ながら会社泣かないでって思いなが,思いながら見てるえ本当優しいありがとうございます そうですね密着はね本当にもう美術とか全部もう失ってるのものなので本当にお見送り会の話のうさぎのかぶり物してたのは僕でえっそうなんですか覚えてますよ一人すっごい目立ってたんで本当に。二27日初めて世代交代前夜公演行きましたえっそうなんですかどうでしたか本当に今日はお なんて。甥っ子かな、これは。なんていうのかなこれ、こう、甥っ子たちと海遊館に行ってきて、すでに行くだけ。うわあ、そうなん、だいいな、海遊館行きたいな。いいね。特に、MC 前に出ようとしてた感じが、熱くて、愛おしかったです。ファイティーン、ありがとうございます。そうなんです。私、話すことすっごい好きで。 初日はどううしようかなあんまりなんか喋ってちょっと変な空気になって嫌だなと思ったんですけどでもう喋った方がいいなと思ってぐいぐい行きましたよ。鏡がねねここにあるんですよ、ね、今めっちゃ踊れてたしすごいって「えありがとうございます」踊っちゃいました。 データ投げたから当たってほしいえー俺来てほしい当たってほしいね、えー、当たってほしいリーニー可愛かったからモバメ撮りましたえー、ありがとうございます嬉しいたくさんねちょっとたまにちょっと変な写真とかもあるんですけどぜひそれをお楽しみにやったありがとうございます 誕生日おめでとうって早いですけどありがとうございます本番は2日後なので皆さんやっと15歳になりましたもうね今のその中3組ゆかったんとよしみんがあのこう自己紹介して中学3年生15歳って言ってる中私は14歳ってもう本当に遅うまれはねまだもう遅いですよねやっぱり私一番最後なので中3の中でも。 そう学年をそうなんていう4月1日からは学年が変わるということじゃないですかなので私は高校1年生15歳誕生日の日に学年が変わるんでもう本当ににんかレアですよねうん <laughs> 密着でまだまだみんなよりも上手じゃないって言ってたけど全力で頑張る姿がいいと思うよそうですね本当にでも本当にみんなうまいのでダンスついていけるように。 頑張りますカムネギのソロに鳥肌立ったよめっちゃかっこよかったえっですかもう本当にあそこは苦戦しても本当に苦戦しましたねあそこは難しすぎてダンスが本当とにみそらと一緒で同じく本当にくもう苦労しましたあそこ「かむねぎのソロは感動したえー、ありがとうございます」練習した回がありました じゃあボ,ードボ,ーボ,ードボードに何書いてたか覚えてますかいや私まだ見に行ってないんですよねあれボード行きたいんか行きああの明日行こっかなって思っててあ明日、まあ、明日の深夜、うん、誕生日おめでとうってありがとうございますカラシちゃんアイドルっぽくなってるえっどういうことんアイドル <laughs> アイドルだよ 15生まれたってあそうなんですよ15歳なんですよ初めて見たけどめっちゃ可愛いでってありがとうございますそれは多分ねこれこの子のおかげだと思いますこのクマさんのおかげこれにあることによってこのマシマシ可愛さがみたいなこの前の握手会で初めて会えたのに名前しか言えなかったの後悔してる やっぱ私も握手会の時は本当にも本当自分でも何喋ればいいか分かんなかったぐらい後悔してます私も当日自己紹介間違えないにえそうですよね本当に高校受かったなって高校受かれましたよもうさすがにもう合否出てます <laughs> こんにちはって 土曜は昼はい入るねえそうですか楽しみにしてますね今日ショップの生誕メッセージ書いてきたって本当ですかちょっと見に行きますね可愛い,いってありがとうございます土曜は MC リベンジじゃないそうです本当に MCMC じゃない mc 頑頑張張って本当に頑張りますもう助けてもらってばっかだったんで本当にこんにちはこんにちはソフトクリームの時の可愛さもやばかったですえありがとうございますソフトクリームは本当にね可愛さを出しまくる歌だもんねほんとにいしますえっほんとですか やった佐伯がいないから頑張らないえそうですわれ、ね、本当にマジマジ MC は本当にに佐伯に助けられてたのでちょっと佐伯がいないとちょっと心配なんですけどでしかも私ほのぴーの代わりなのでほのぴーも結構 MC って。 こうなんてめ助けてくれる側じゃないですか。なのでちょっとヤバかったんですけど、本当にヤバイですよね。もうレーニャーはやっぱり突っ込むなえどうなんやろう。二刀流？<laughs> 二刀流です。彼氏ちゃんとツイッターで見つけることできる見ることで彼ツイッターで見タグつけること多いんだけど見れるのかな。アカウントはないんですけど、見ることは。 初日だけどしっかりしゃべったと思って本当ですかありがとうございますもうね喋るで喋ゃれないのと思って今日生タティー売ってるのかなえどうなんだ売ってるのかなでもさすがにもう2日後だもんねおんちゃん売ってるかな初日だけどしっかり喋ってたあじゃあさっき言ったわこれ例にあってあこんにちは こんにちはこんにちはこんにちはピンク、うん、スクショタイムってええー、どうしよっかな。 スクショタイムを提供しようと思います。何のポーズがクマ、クマ、クマ。はい、クマ。で次がじゃあ三枚ぐらいでしょかな。うんーと。じゃあこのこいつこやつで。はいあと一枚あと一枚はじゃあ。 うん、じゃあじゃあこっイエーイ約束坊主約束ってこうやったっけはい待って乾いたえっユキノンじゃんもう何してんのあなたユキノンこれ着てこれ着てたよなこの白いのちょっとパクってみた。 ナンパ兄ちゃんのイメージが強すぎてやっぱそうですよね私はもうあれをひっくり返そうと思ってるんですよもうちょっとかわいさでいっちゃおうかなと思ったんですけど無理って言われましたね同期来てるってそうゆきのん来たよみんなこれしてってこれはいフフ <laughs> ユキのんが到来しました ユキの何してるのよほんとにやめたさっきさっきかな1時間前ぐらいのショールーム見たよメイクしてたねめちゃめちゃ <laughs> 見たよそれは無理やろとか言わんといてよ言わんといてよ よわんといてよ固定部屋の自分固定部屋は自分なんですけど違うんですよねあれなんか元気さが目立つのであれになりました今レいにフィルム見てるせいでバイト尽くしえっ、ー、行きなさいよ嬉しいけどバイトだバイト頑張ってバイトバイト頑張ってね リアクションが昭和いやんそれれよよく言われるんですよ、ね、あの本当にめちゃめちゃ母にいました母もなんかもう我バ々リバリの関西人でなんかもう関西弁関西弁みたいなリアクションも昭和みたいな感じなんですけどそれにいました「高めポニーだっけ?」あのねあのここをハーフアップっていうのかな高めハーフアップ的な感じですね なんかユキのに似てんのこの後ろとか何もない感じがおユキノンごショールームしましたよ皆さん <laughs> 耳がかわいかった。 耳これかなこれ耳ぜひね皆さん今は何だっ,たっけな神戸のなんかだっけ神戸コレクションのやつがやっててゆきのんとよしみんが今出てくってぜひ皆さん星を集めて投げていきましょう <laughs> 同期のお手伝い行ってきます。っってらっしゃい皆さん星を 投げてくださいね、本当に。レイポンとのコンビ名を教えてください。え。レイポンとのコンビ名。レイレイ。<laughs> どっちもレイなんでね。普段はママ呼び、普段ママ呼びですよ。ママ、ママ、ママって呼んでます。うん。 とのコンビ名教えええてくださいえみそらはえなんだろうみそらはねみそ。 味味噌,味噌えなんかあれだよレイポンもさレイ,レイや,んやんやっぱり自分もレイって使ったらやっぱなんか似てるやんとかなんかな,んやろうなレ間を取ってレナとかの方がいいんかなレ味噌レナレナ味噌味噌レナやなうん <laughs> レイポン推しの国にイね教えてもらったってえー、本ほんとですかやった何これレイいレいイイイねいいよなあでもそっかレイよはレイよレかあれこんなところに橋本環奈いやほんとにもうほんとにやめてくださいよ橋本環奈ちゃんに似てるってめっちゃ言われるんですけど私もうほんとにもうなんかもう殺されそうですほんとに。 ファンの方に見てますかキュウキでしたっけキュウキですよ。キュウキです。ミソーニャ。あミソーニャいいかも。ミソーニャかわいい。えきのんが配信を見てたらしくレイナと同じパジャマで配信してます。え、今まだ、かわいい。え、そうなのあ,あれ着てんだ。これ着てんだ。 レイニャこんにちは生誕当たったから行くよってえ、ありがとうございます待ってますね赤ちゃんマンに似てる似てる赤ちゃんマン顔押さないっていうのはあんまり言われないかも可愛い,いってありがとうございますお誕生日おめでとうが多いねやっぱりありがとうございます 雪乃さんがね配信してるということで皆さん星をねここで集めて投げていきましょう私もね投げてます星は雪乃さんの星をねバンバンと投げてるのでレイちゃんに伝えてきますレイレイってレイレイ <laughs> セーターさん配信で見るねってありがとうございます是非ね感想も 行きたいです <laughs> なんかカラオケ配信めっちゃやれたなと思ってたんやけどイヤホンその優先イヤホンが家になくてちょっとちょっといつも毎日買うとか言ってて毎回忘れるんですけどやりたいです。 <laughs> やりたいです。誕生日イブイブおめでとうってありがとうございますイブイブだねそうだね。イブイブ。雨まで質問したとき質問返してくれて嬉しかったってえ。 そうですね質問コーナーしてて基本全部返してますね大体はありがとうございます質問本当にいつもカラオケ店員やから採点してあげろえそうなんですかるかちゃんさんはカラオケ店員なんですねえー、そうなんですねカラオケ店員さん カラオケ配信楽しみだよってそうしようだなと思ってたんでしようと思います本当にレイニャはタレント性あるし諦めず頑張り続ければ売れる芸能人になれるよってそうです本当にありがとうございますそう頑張ります本当にこれからもそうですねタレント性ある普段はどんな曲聴いてるのうーん普段は 結構恋愛系多いかも最近は何聴いてるかな私最近はうんんだろう最近聴いてる曲なんだろう本当に最近聴いてる曲はあ名前は片思いっていう曲を聴いてます最近は知ってるかな皆さん本当にいい曲なので皆さん聴いてみてください あとラストシーンって曲もすっごいおすすめです頑張ってくださいってありがとうございます頑張るうんせいださんいけないけどれいにゃが 出演する時見に行くねってえ待ってますぜひかわいい服着てるねかわいい服着てますよこれゆきのも今着てるんだっけっ気になるウィンクしてってウィンク私得意ですよ得意ですよ で目がくそう <laughs> 今ユキノンのルーム見てきたらレイナと同じ服着てたやっぱり生きてんだやっぱかわちいじゃんもう桃色片思いいや名前は片思いです聞いてみてください皆さんお誕生日おめでとうございますでイブイブ誕生日ですありがとうございますガチ可愛くて形的に惚れそう やだあありりががととううごござざいいまますすさん是非多分それは惚れそうじゃなくて惚れてるに多分修正した方が多分自分のためにもなると思います。<laughs> 遊びに来たよってありがとうございます。真似したのそうこれはユキノンの服をユキノンが着ててよでこれ私持ってるって思ってやりましたパクりましたねこれは。 電波悪いえっ今めっちゃ電波悪かったよね私もうすっごいびっくりしたんだけど電波悪々だった息なん電波が悪いやっぱり息なんと相思相愛やなって相思相愛だよなんか電波悪くない 思入る方あそういう歌があるのこんにちはってこんにちはってお顔がいいねってありがとうございますお顔がいいねって嬉しいちょっとテンポ悪いかもテンポ悪い惚れましたってありがとうございます惚れましたかすっごいねずっと思ってたんですけど暑いですこれ もこもこえ顔真っ赤だよテンポ悪いよねもうイケボ出すねめたってイケボはちょっと雰囲気 頑張ってくださいって、ありがとうございます。お誕生日おめでとうが、やっぱり多いね。四月生まれって早生まれになるの。いや、遅い生まれになるんですよ。私。私中学三年生の今。中学三年生で十四なんですけど。あの。みんなも十五じゃないですか。私は十。 でで誰よりも遅いですねだからあのその,学校のそ学校の同学年の子に4月2日の子がいたんですけど364日離れてます本当に。涙袋メイクの仕方教えて涙袋はえどうだ最初になんかあのちょっとオレンジっぽいコンシーラーを塗ってえそこになんだっけな ちょ,っとピちょっとピンクの薄いピンクのアイシャドウをこう塗るんですよ全体にねこう涙袋に塗ってここここわかるかなここここちょっと濃くするんですよねここラインかなここここ, <laughs> ここ濃くして涙袋のその線描くやつあるじゃないですかあれを描いてそこからこうラメを塗ってやってますそしたらなんかこんな爆弾になりました れお笑あれお笑,いせお笑い路線じゃなくて純粋なイケボ人気出ると思うてか好きえそうですかもう本当に私低いんですよね声があっルカちゃんさんありがとうございますペンライトかわいいフフ知り合いに一人4月生まれがいるようだってえそうなんですか?」 あんまいないですよね四月一日生まれの方って本当に私出会わないんですよね。あまただ落ちちゃう危ないよし <laughs> すいません本当に <laughs> 机がバグっちゃうよしよし 1>, 1日ずれたら2年生だってそうですね1日ずれたら今中学2年生でしたそうなんですよメメイイククさんので新発見ありましたかえそうですねメイクさんのメイクで新発見はうメん,メイ,はうーんメイクじゃなくてあれですねあのマッサージそうメイク前のこうむくみ取りのマッサージでめちゃめちゃ。 こうむくみの取り方とかを結構教えてもらって毎朝自分でメイクする時はやるようにしてますねこうマッサージ「人いっぱい来てるね」って「人いっぱい来てくれて,ってるね」っすね本当にありがとうございます1444人の方が見てくれてますちょうど4と1「可愛い,い」ってありがとうございます このクマさんのおかげでより可愛さが増し増しですね4月1日の子隣に住んでたあと一日誕生日やすかったら俺と同級生やったけど先輩やったわあそうなんですねそ,そっかそしたら自分先輩が4月1日で4月2日になったったらもう同い年ってことかそうだねほんとだねわ、まあ やふみちチャンネルさん。八八八、ありがとうございます。何時だ今こ。こんにちは。こんにちは。 おじさんキャラは封印やな、そうですよお誕生日おめでとうってありがとうございますやっぱ、今日お誕生日おめでとう誕生日おめでとうコメントが多いですねとら、とらひでさん、ハートありがとうございますハート、たくさんだありがとうございます、ハート可愛い,い お誕生日おめでとうでざいます。<laughs> イブイブ誕生日ありがとうございます。15歳になります。いや本当にあの高校1年生っていうのはちょっと慣れないんですけどね本当に。<laughs> 雪のもマやってたよいやそうですよね雪のクマすいません初見だけどよしみん。 がタコタコ配信してるよえよしみつも今配信してるの？当日生誕生祭っていいよねそうですよねめっちゃいいですよね本当に私あのだいぶ前にあの四月っていつ公演ありますかってマネージャーさんに聞いたら一日って言われてえ一日みたいな。 当日じゃんみたいなのあってそうではその後にマネージャーさんに「あの、当日だから当日セーターやで」って言われて「やだーやったー」ってなりました「レイに痩せたレイに痩せました」「<laughs> レイに痩せました」めっちゃ言われるんですよねそれよしみんお寿司作ってるっていいない いや私俺も配信が9時までそうなんですよ15歳から9時までかななんですけど私まだ14なのでやっ9時までできるなっていいね新高校1年生高校生活いっぱい楽しんでありがとうございます楽しみます JK 高校生いいなってそうなんです高校1年生になりますよ かっこいいからかわいいまで公演ほんと楽しかったですありがとうございますそう思っていただけて本当に練習した甲斐がありましたよしみんが5時半までタコ配信あそうなのめっちゃ綺麗になったってありがとうございますでもね私はねまだまだねもうちょっと痩せたいので無理なくやっぱりまだ成長するということ私は無理なダイエットを全然してないので皆さんご心配なく 本当にお菓子を本当そんな食べないって感じでほんとゆるゆるダイエットですちゃんとねあのご飯は食べてるので髪めっちゃ綺麗だよねアクシレ練かぶらんかったから後ろで見てたけどあの距離でも光りかかってえ本当ですか髪はね私めちゃめちゃ大事に扱ってます お誕生日おめでとうってありがとうございますやっぱ本当に今日は多いですねみんな嬉しいです本当にこんなにお誕生日を祝ってもらったことは人生で初めてというレベルで本当に大事に扱ってます言い方を受けるそれ大事にねこう育ててますねこの子は制服リジスタンスよかったえそうですかありがとうございます 制服レジスタンス私ニットの中で一番好きな曲って言われたらレジスタンスなんですよ制服レジスタンスが一番好きなのでちょっと嬉しかったですね二番目に好きなのがうんなんだろう二番目がテモデモかなテモデモの涙声ね私は好きです 名前呼んでも私すごいわがままな流れ星やりたいですすごいキャラじゃないって言われるんですけどやりたいですおっきいリボンつけたいここに。 目指せユニット全制覇したいです私でもクロスはちょっとね私ね絶対難しくないですかクロスって私クロスあのスタンドマイクが私絶対使えないですよねクロス絶対ミスっちゃう <laughs> わがままななかれ星はあいつホですよ私本当できますかってもう一生できないんじゃないですかってぐらい私なんかみんなに急きキ,キのみんなにも言われるんですよねいや無理だよって 言われるんですよ。でね、流れ星れ合いにやすそうです。ですか、もう、急きょのみんなにやるって無理だよって、一生できないって言われるんですよね。生誕でやるしかってやりたーい。<laughs> バカままな流れ星やりたーい。 こんにちは雪なんとは何時空でて聞けてるねそうですよパクりました私がこんにちはってこんにちは可愛い,い曲めっちゃ似合う可愛い,い曲いっぱい踊ってほしいえそうですよかやっと可愛 <laughs> い,い歌たくさん撮りと 当たりたいお腹が鳴りましたお腹が空きましたお腹が空いてきました私は今すごく 皆さんはお昼ご飯何を食べましたか私は変ななんかもう何その組み合わせみたいなのを食べましたね私はブレイキングラインのキャラそキャラ薄まってきたな薄まってきたな薄まってきましたか <laughs> 確かに最近やってないもんなあれ確かになんかみんなちょっと可愛くしすぎじゃないですかあれは もう本当に、ゆい、もさゆきとほのぴーとか、本当仲間ですよ。うどんとパンとご飯を食べました。わんぱくですね。もうそれは。そう、わんぱくだ。すっごいわんぱく。セダディ、どんなデザインかな。気になる。楽しみに。 していてください多分あれですよ私服でも着れます私服でも着れるっていうレベルで私は作りましたね ドラえもんのモノマネでで,できたできたっけドラえもんのモノマネ得意ですよ私可愛い路線でアピールしよう可愛,い路線可愛い路線多くないですかちょっとケーレイポンとかも可愛すぎじゃないですかちょっとさすがにとか雪キノも可愛いしコヨリーも可愛いしと誰だろう可愛い系って言ったらえ誰可愛い系って言ったら うんあ、ユカタンとかも可愛い系じゃん。ヨシミンも可愛い系かな。リッポンはあざといけ。あざとい系から、リッポンは。ほんまにあざといよな。でリッポンはあざといで。ユカタンもあざとい。だからわがまま二人できんの。二平マまなみん。え、まなみんは。え、まなみんどうなんだろう。 えどうだかっこいい系じゃないどっちかと言ったら顔はめっちゃ綺麗系で愛海はうん広島に来てましてお好み焼き食べましたあいいですね広島お好み焼き食べたい まなみん可愛い系苦手やな、ね、い、そうなんですよ、まなみんあんまりね、あのツンデレなんですよ。まなみん。千八百人もいる。やだー、本当嬉しい。 1,800人超えた超えたやったーやったーまなみちゃん自分のは自分意外と自分のファンにはハートとかガンガンしてるえそうですよね私モバメ見たんですけどびっくりしましたよの可いいってなりました <laughs> 誕生日おめでとうってありがとうございます。今日本当にもう本当に何人にいろら、いろ、あの、祝われてるってぐらい。祝われましたね。嬉しい。こんにちはって、こんにちは。皆さんって、夜ご飯何時ぐらいに食べますか。なんか早いところは早いですよね。六時とか。に食べる方はめっちゃ食べますよね。私はいつも八時ぐらいなんですけど。 ごめんなさい <laughs> また落ちちゃったもん後ろにしとしかもすっごい下アングルだったよね今こっちちちパあみたいなえみたいな笑わないでよー恥ずかしい恥ずかしい結構リアルに恥ずかしかった やめてよー。笑わないでー。もっといっぱいショールームしてもっといっぱいショールームしますよ。最近ちょっとほんとできてなかったですよね、私。本当にびっくりしました、私でも。あの、もう8時までっていうのがちょっとで、しかもあの4時まで4時からしかできないじゃないですか。だからちょっと。 お、近頃痩せたとそのレイニャやそうなんですめっちゃ言われます私痩せましたねまあじわやめてよ笑わないで普通に下アングルがちょっとキモかったからって笑わないでよ 前に鏡があるんですよ。で鏡をちょっと光らせて、ちょっと目がキラキラしてるってことで、頑張って作ってます。可愛い,いって、ありがとうございます。二兵と船橋で流れ星してください。いや、もう私も真波って流れ星したら、もう戦いになりますよ。どっちかかわ、どっちが可愛くできるかみたいな対決で。多分すっごい。大変なことになりますよもう。 黙ってりゃ美少女にゃそれほんと言われるんですよね私メンバーのみんなにも言われますれいなちゃんはじめましてはじめましてありがとうございます見に来てくださってバチ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 なの楽しみは当にバッチバチなるよ多分一応聞きます何時までする予定今何時ですか <laughs> 今何時かな何時なのかな今これ書類のしてた上に時計って書かれないんだよねこんにちは今誰が配信してるのかなメンバーの子が ゆきのもまだやってるよしみんもさっきさ,ゆさっきさゆきもやってたん、ね、だだいぶ前何時間前かくらいであみたんもやっててそれも見てあみたんとあやみが一緒にやってたのを見たよあめっちゃみんな書いて書いてる5時半えもう5時半 えっマジそんな時間レネちゃんかわ,かわいいと聞いてショールーム見に来ました公園で会いたいえぜひ会いに来てくださいありがとうございますお目目が大きくてかわいいですねありがとうございますお目目大きいですか私そんなに。 自分で大きい方と思ってなんですよね。あのこよリンが本当に大きい。よしみん終わった。よしみん終わった。本当に可愛い。いつか会いに来た。会いに来てください。ぜひ。前回の密着で、あみあいの後ろに立ってるレイナが全然レイナに似てないの。みあいのしゅでレイナが。密着で。うし、あみあいめのの後ろに立ってるレイナが全然レイナに似てないの。あ。あれかな。あの。 端っこであの踊ってた時のやつかなあの世代交代前夜公演の練習してる時リハーサルの時かな一番最初の練習だよねそうだねみあやと僕で行ってたから3人でいたよねよしみ終わったよしみ終わっちゃったゆきのも終わったほんまにそんなやってる私 はあ。からしゃに会いに行きたいって。え、ぜひ会いに来てください。フォローしましたって、わ、ありがとうございます。嬉しい。ねねちゃん、コンタクト入れたら、ふうはちゃん、暗い、お目目大きそう。そうです。私めっちゃ。ちょ、ふうおさんに似てるって言われんですよね。あのカラコンつけてたら。確かに。カラコンつけたら。大き。 確かにお耳大きくなるもんね。私も昔はずっとカラコンつけてたんですけど。こうカラコンのカラコンがなくなってから。本当に自分が見慣れなくなったんですけど、今は。もうなんか裸眼になりました。雪野また見に来るかもねって。雪野ま,また来るかな。フォローしました。では、ありがとうございます。嬉しい。 よしみママがお寿司食べにおいでよしみママがお寿司食べにおいでおいでって言ってたよえそうなのどこで言ってたのかなショールーム最近気になってますえそれ気に,な気になってますじゃなくて気気になっ気にな最近気になってますじゃなくて多分それは最近あのもう最近 気になってるじゃなくて最近好きですに、ね、多分変あの変えといた方が多分自分のためにもなるよ <laughs> 何言ってんのかな私本当に一日昼公演だけど行きますよろしくねえ待ってますねぜひ待ってますレイネはバラエティ担当でいいのかなえどうなんだろう二刀流バラエティも行けつつ ままあかわいさもありつつみたいな雪のおよしみには時間制限があるからあそっかそうだね「髪綺麗だね」ってありがとうございます嬉しいトゥルトゥルでしょトゥルトゥルでしょ気になって見に来た,来たからもう好きだよね知らんけどねいや好きですねそれは。 勉強にです。レイニャは釣りしか。釣り師です。イエーイ。さつきさんと似てる。アイピさんになんか似てるともめっちゃ言われます。多分それはねいっ多分前髪かな。アイピさんも前髪もめちゃめちゃ天才的に綺麗じゃないですか。私もね、結構固めるタイプなんです。こうやって動いても。何も微動だにしません。 ゆきのんの配信見てたけど、そのパジャマはちょっ、ゆきのんとは、ゆきのんとはちょっと違う。え、そう、ちょっと違うかな、なんか色は。全然違うんですけど、なんか見た目。ちょっと似てる。ゆきのん、これクマだったっけの、あれ、どんなんだったっけ、なんか白色の。ちょっとふわふわした。なんか、多分、私よりふわふわした生地の。やつだったよね。 こんにちはどうしよう何時に回ろうかなどうしようで、今5時半でしょうんーとじゃあ時計時計持ってきた方が良かったかも <laughs> こんにちは アイイドルルかかけるコール最強可愛い,いですかクマ生誕祭楽しみだなって本当に私も楽しみですね本当にめちゃめちゃ楽しみ生きのうのは確か白の熊だと思うよえだよね多分白の熊だよね雪の,のは私ピンクですね ほのぴやほのぴやさゆさゆと漫才したら面白そう確かにあの二人結構ねお笑い系だもんねやりたいれいなちゃんのこうれいなちゃん公演のセットリストで何が一番好きえそうだね一番好きなのはえう、ー、んー ジェネレーション展示かな一番最初歌も好きだしダンス自体も好きただいまあっユキノンだユキノンそうだユキノン配信もう終わったの終わったって言ってたね14歳ラスト配信かな14歳ラスト配信やわほんとだユキノン帰ってきたっておかえりー ゆきの,きのたくさんさようならってえ帰るのえ帰っちゃうのひど雪 <laughs> ゆきのさんまあね明日会えるので「目でかいね」って「目でかいですか?」でも私これすっごい。 あがんですよく行のもおっきいよね、さようなら、はや帰った。ほんとだよ、ほんとだよ公演入るためにセットリスト作って聞いたときに確か1曲目衝撃的で大好きになった。え、そうですね、やっぱいいですよね、AKB48 さんの,あの,あの歌はいいですよね、やっぱり。天才的です ジェネレーションチェンジほんと好きなの私。ということで明日は配信なしやな。明日はねできないの多分。うん多分時間がねない気がする。ないかなイベントやないのに人がいっぱい人が来てる。嬉しいありがとうございます。 雪野さん本当に帰ったね多分。雪野さん帰ったね本当に。はーい。マツパしてるの？マツパしてないよ。マツパしてない。 お誕生日おめでとうってありがとうございます。たくさんだね本当。明日は密着最終回だね。えそうですね最終回。あそっか最終回か。うわ。本当だ密着最終回だ。早かった早かったな密着。生田さん頑張れリニア頑張る。誕生日学校でお祝いしてもらえないね。えそうなんです私あの毎年ですよまでも,もう。 う春休みの時期なのでみんなもうお祝いしていただけることはないですね毎年そうでしたカラシさんの握手会に行く行ってカラシさんに認知してほしい認知してるよもう してるよ。ツイッターも見てますよ。僕一般枠で公演応募してるから。今日登録なんだけど、まだわからないよ。え、そうなの。そっか。一般枠でやってたら。今日二日前だもんね。って登録。え、どうかな。で、欲しいな。 イベント明日いらっすそうです、ね、皆さん最後に星をバンバン投げていきましょうよ本当にぜひ私のところで入って星集めを星集めて集めてスターになりましょうよしみんから来ました生体さえ当たったら行きますえぜひ待ってますマッキーさん知ってますよくよしみんからなんか聞きますよ 自分の時は一日入学式、え、早い。結構早くない、一日入学式って、あんま聞いたことないんだけど。早いね、入学式。結構。え、マジで嬉しすぎて、発狂、こっちもで嬉しいです、本当に。嬉しい。おされてること自体が嬉しいよ、本当に。話しやすくて、とても好感度アップです。え、ありがとうございます。私、あの、喋ることすっごい大好きなので。 基本なんかずっと喋ってシャメ会ちょうど大阪行く予定だったから応募しようとしたけど確実にれいなちゃんに会えるわけではない <laughs> えこうやって難破式シャ会ってよ、うんどうなんだろうよ。会えると思うよ多分うん 目がキラキララになってるやっぱ光って大事おもろいキャラおもろいキャラ嫌なんじゃないのさっきからバリおもろいんやがやったん面白い関西人だよ本当に。 鼻がかゆいテかりすぎじゃない鼻鼻ちょっとテカってる初めて来ましたっては初めましてありがとうございます見に来てくださって 合宿の時ちくわスタッフさん当にあの時は何でちくわ取ったんだあおでんに入れたらおいしいかなと思ってあじゃあおでんじゃないおでんじゃないおでんに入れたらそれおいしいよあのお鍋におちくわってあったらおいしいかなと思ってるよと思ったんだけど完全によしみんのやつは忘れてましたねあと思って取った時にあっと思ってはいみたいな。 ちちちちゆうみゆみちゃんより MC うまくなってねいまだにかみかみだからあそうゆうみさんめちゃめちゃかみかみですよね私知ってますよ <laughs> あの初日の時あの世代交代前夜公演の初日の時のいつもめちゃめちゃかみかみでしたよね <laughs> めちゃめちゃ可愛かったです 6時に終わろうかなじゃあ全然時間言ってなかった何時だ今どうだってこれは開こうかテロップ今45分か6時までって書かないとね 福島でなんかたくさんしたね <laughs> あと十五分。 みんな今日夜ご飯何食べるんですか。まだ決まってないっていう方はお鍋がおすすめですよ <laughs>。お鍋は心も体心も心も体あの。体も温かくなりますよ。 お鍋大好きです。私。こんにちは。って、こんにちは。よしみはあれだよね。めちゃめちゃ。ショールームで。ピアノ弾いてるよね。めちゃ見てる。でも、この前の公演見れてよかったよ。 公園最初で最後の中3トリオの公演やったからえそうだねほんとですねほんとだ最後の中3トリオだったそうだねほんとだ最後の最後で出れたわ3人集まれましたねえなんかもう次あアミタんと綾美なんか「中学1年生の」とか言うのがもう信じられない。 かわいい。今家着いて冷凍たこ焼きチンし、れ、チン、よくわきチンし。ようとしています。たこ焼き。いいじゃん、いいじゃん。鰹節を入れるのかな。私鰹節は入れない派なんですよね。 みんな何入れる派ですか私はたこ焼きソースにマヨネーズに青のりをかけます私昔たこ焼き嫌いだったんですよねでもなんか最近めっちゃ好きになりました <laughs> 鍋にお餅は入れるあたまに入れますよ鍋にお餅 地域のみんなは夜更かしして連絡取ったり取ってたりするって噂で聞いたんですけどえそんなことないと思いますよあのねあのメンバーが誕生日の時ぐらいかな多分そんな日が月が超えるのはでも基本みんな多分結構早く寝てると思います私もね結構寝の早い人なんで チキンなるんだけど、これ。こうこ,こ、なんか、ここにさ。まださ、毛があったら、めちゃめちゃなこしょばいよね。こで、出していきたい派なんだけど。よし。 ちゃんと高校1年生ってやるんだからね、ほんとに間違っちゃいそう。冷凍のやつ気分ね、キムチマヨネーズ、マヨネーズ、チーズ、七味唐辛子かけます。えすごキムチマヨネーズ、チーズ、七味唐辛子。え、いいなぁ、美味しそう。やってみよっかな。え、美味しそう。え、めっちゃ美味しそうじゃん。 そっちも見たかったなぁ。小6コンビ公演そうだよね。小6コンビ公演ちょっと見たかった。髪綺麗ってありがとうございます。髪綺麗ですか？ 五十分だね今。レイニアは料理作れ作れるん？料理得意ですよめちゃめちゃ多分多分。二十七に引き続き一日行きますえー、待ってます。 こんにちは。よしみ見てるえよしみ見てるマジよしみおるんほんまよしみおる <laughs> ちょっとめちゃめちゃ声だで,でかかったよしみおるやん本当やよしみんがいる何をしてるの雪のモルクない 本当だね。誰かいるかな。それぐらい。二人。だね。おふなさん。こんにちは。こんにちは。<laughs> すごい、おふなさん。バレましたってよしみ。ん <laughs> よしみんだってすごい。 たこ焼えはおいし,し,しいのそれはさようならじゃなかったんだよね本当にかわいですねツンデルですね本当にツンデルですねよしみよしみじゃないゆき <laughs> のユのちょっとじゃあねって言ったのに結局はずっと居続けるというかわいいねゆきのかわいいね でです <laughs> ですたこ焼きは塩かなえ塩塩はえつけへんかもほんまになんかもうあれやわ何やっけあの基本やもんたこ焼きソースにマヨネーズに青のりほんまになんかもう普通のやから確かにアレンジして美おいしそうやなたこ焼きって確かに。 こんにちは。よしみんとゆきのまだいるね。一日の公園行きます。昼夜ともです楽しみ。ごめんなさい。<laughs> 一日の公園行きます。昼夜ともです。楽しみ。えー、楽しみです。私もう待ってます。どっちも来るのすごい。待ってますね。 こんにちは、もう高校生だ、だ、だよね、そうですよ、もう高校生ですよ、もうすぐで高校生ですよ。今五十四分です。 こ,こ焼きとご飯一緒に食べる一緒に食べないよえそう美味しいのかな美味しいの結構合ううん <laughs> ナッシーって呼ばれるのは嫌かないやいうん嫌ではないんですけどもう実在してるじゃないですか <laughs> いや本当は昔は めっちゃ言われてました学校とかだったらおろしポン酢は七味かけて食べたら美味しいえっそれは結構私やりますね大阪の人はお好み焼きとご飯って聞きますえっそうなのかな わなかのたこ焼き屋さんの裏にある裏に大阪で2番目に美味しい店ってたこ焼き屋さんえ知ってますそれ私毎日毎日じゃないな通りますよ結構そこ <laughs> めちゃめちゃ通ります通りますそこ2番目に美味しいたこ焼き屋さんみたいな書いてますよねめっちゃ結構あの看板に <laughs> 気になるあれも 55分だ今は。ん56分か。 すいません。今夜は何を食べるの？今夜はまだ決まってないです。多分 <laughs> 多分魚。魚かな？ヨシミンが6位になってますね。今。<laughs> えっと普通にお好み焼き定食と焼きそば定食をはあるえー、そうなの私はもう定食食べたことないかも土曜日土曜日行くのでケーキレダンス爆笑 MC の二刀流期待してますってちょっとハードル上がるよ <laughs> 魚は何好きなの魚はししゃもが好きです <laughs> n a b 4 8研究生はかわいいよねかわいいですかわいいですアイドルは皆さんかわいいですよあそろそろランキング読んだ方がいいかもね読みましょうよしみ 何しんだよしみんそれではランキングを読んでいきたいと思います13位は一生ぼっちさんですね私を覚えてますよ一生ぼっちさんあのね何だっけ吸気生のショールームリレーの時になんか読みましたよね私すっごい印象に残ってるんですよねで12位の方がコーンポタージュさんありがとうございます12位の11位の方タカさんありがとうございます 10位が千ち,ちさ,さんち,さちゃんありがとうございます。9位が萌香さんありがとうございます。8位がクリプトンさんありがとうございます。7位がチョウさんありがとうございます。で6位がソーリーさんありがとうございます。で五位が、えー、吉見はね MAB48 研究生ありがとうございます。ありがとうございます。そして4位がマイマイさんありがとうございます。 で3位が、ベリマヨさん。ありがとうございます。2位が、ヤフーミチ,チャンネルさん。ありがとうございます。で、1位が、小山さんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はーい、だってよしみ。覚えててくれて嬉しいって、本当にめちゃめちゃ記憶に残ってます、私、一生ぼっちさん。私、一生ぼっちさん、本当に記憶あるんですよね。めちゃめちゃ記憶があります、あの時の。 ありがとうございます本当に渋いねししも行くか私ししゃもが好きですよしみん次は浴衣で配信するらしいえマジマジ浴衣で配信すんのすごいね雪のオールえ、そうユキノンおるほんとだメイク可愛いよってメイク可愛いやったん 今日も楽しい配信ありがとうセーターさんサ楽しみにしてるねってありがとうございます24位さんもあ古川ゆきのさん古川ゆきのさんありがとうございますありがとうございます皆さん来てくれて多分絶対今も六6時過ぎてますよね私めちゃめちゃ過ぎてましたそれではね終わろうと思いますじゃあね皆さん ありがとうございました。いい誕生日を過ごしてね。はい。公園、公園って皆さんのおかげで楽しい一日を過ごせそうです。ありがとうございました。じゃあね、また配信回するから、あの、多分4月1日当日、配信するよ。来てね、みんな。お誕生日おめでとうってありがとう、ゆきな。まだだけどね。<laughs> それでは、バイチャ。それではバ、バイチャもバイチャも バイじゃあね皆さん。バイバイこうこうあるんか。バイバイ皆さん。ありがとうございました。じゃあねー。